5分前になりましたね。山田さん、準備の方は大丈夫でしょうか。あ、はい、OK です。ありました。はい。では、これから山田さんの発表を始めます。タイトルは、Python で始めるソフトウェア無線です。発表時間は、質疑を含んで30分です。発表の前に、マイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。山田さん、読み上げをお願いいたします。はい。では読み上げます。私の名前は山田大輔です。発表のタイトルは Python で始めるソフトウェア無線。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。はい。それでは発表を始めさせていただきます。では改めてタイトル、Python で始めるソフトウェア無線で発表させていただきます。はい、少々お待ちください。申し訳ないです。読み上げ、もうちょっとあります。ごめんなさい。今ので音声トラブル、マネージャーの方なければ、そうですね。特にまたそうなので、ちょっと台本通り行かせてください。申し訳ないです。はい、画面共有していただいて大丈夫そうですかね。画面共有。画面共有私しているはず。あ、解除してるんです。あ、してなかった。すみません、はい、失礼しました。大丈夫です。あ、画面共有できましたね。はい、それでは準備整いました。それでは山田さんを拍手でお迎えください。パチ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 。で、発表の方をお願いいたします。あ、はい。それでは発表を始めさせていただきます。タイトル、Python で始めるソフトウェア無線。Twitter ID、TYAMADAJP が発表いたします。まずは今日の内容ですね。今日の内容はソフトウェア無線と Python をどういうふうに関連しているのって説明しながら紹介するっていうセッションになります。で、ソフトウェア無線って何って知ってる方、知らない方いると思うので、その辺まず概要的なことを説明しながら、どんなことできますかって話をやって、あとちょっとだけ電波や通信の話絡めながら、その Python が活用できるフレームワークやライブラリを紹介すると。で、時間があったら、始めてみたい方への案内をちょっと口頭でできたらと思っております。はい。では次にですね。今日の内容は、まずソフトウェア無線って何って話ですね。で、これは簡単な話で、従来はそのハードウェアで実現されてた要素がソフトウェアで実現されるようになってきて、で、これができるようになったのは技術が発展してですね、昔は理論上でのみ可能なんだけどって言ってたのが、本当に可能になったと。というわけで、今までその無線の専用機器、ハードウェアが必要だったものが、その電波受信した後はソフトで全部処理するので、結構柔軟に、例えば我々みたいな一般人の手にもその電波をアクセスするっていうことができるようになってきましたというものになります。で、じゃあどんなことできるかっていうと、例えばこんな感じですね。SDR 試された方は、真っ先にこういったアプリダウンロードして試されたと思うんですけれども、これで例えば見えてるのが今これ FM 帯ですかね、80メガから80ショットぐらいのところ多分見えてるんですけども、無線空間のところでこの縦軸のところなんか強い信号が出てるのが日本法でありますよねって。で、これ私はFM ラジオが知ってるんで、ここにこうチューニング合わせて、あとは FM としてデコードしろってやると、それぞれ曲が再生される。そんな仕組みになっています。で、アプリによってはですね、再生機能って言って、再生すると電波が飛んでっちゃうんですけれども、そんな機能があったりもします。ちなみに電波出すのはやめてください。はい、で、他の方ですとですね、例えばこんなのもありますね。フライト状況の観測ですね。世の中の飛行機って飛行中ですね、私ここ飛んでますよ、高度ここ飛んでますよ、東京のこの辺飛んでますよって、電波飛ばしてくるんで、でそれをですね、自分がこう SDR 受信機持ってると受信して、じゃあ東京近辺はこことここ飛行機飛んでるのか、多分今全く飛んでない状態ですけれども、それをマッピングできるわけですね。で、さらにそのデータを世界中の人たちが集めて、東京ではここでこんだけ飛んでる、大阪ではこんな感じで飛んでる、韓国ではこんな感じで飛んでるって、わーって世界中のデータ集めてきて、そうすると世界中の地球上でどんなフライトがどこで飛んでるかっていうのが全部見える、そんなものです。で、その他ですと、もうちょっといくと衛星画像受信ですね。ひまわりとかそういった衛星の受信なんですけれども、各国の気象衛星ですね、地球をこう赤外線のカメラとかいろんなものを見て、こんなもん見えてますよ、こんなもん見えてますよって地球にどんどん送ってくるわけなんですけれども、例えばアメリカの衛星はアメリカの部分しか撮影しないかっていうそんなことはなくて、日本の上に来ると日本も見てるわけです。で、電波もアメリカの方の局にしか送らないかっていうそんなことはなくて、単に地球に送ってるわけですね。ですから、アメリカの衛星が日本の上に来たときに自分が電波受信すると、今、日本の状況はこうなってますよって、アメリカの衛星が自分にデータを送ってくれると。で、難易度は衛星によってかなり違ってですね、アメリカの衛星は結構その辺アクセスしやすいということでターゲットとしてよく選ばれています。ひまわりはなんか難しいらしいです。あとはですね、例えば銀河系の観測ですね。この世の中の宇宙って水素がですね、一番こう多い元素なんですよ。で、水素ってエネルギーが与えられて冷気状態から戻るときに 1420MHz の、電磁波を放出するんですね。つまり星が活発になって周りの水素がこう温められましたと、熱くなりましたと。で、それが冷気状態があって、それだと冷えるときに電波を放出すると。
でこれはあの原子 の, あの挙動の話であって、こう地球上の水素であろうと、なんかアンドロメダ銀河の水素であろうと同じように動くので、これを使うと1420MHz の電波をこうモニタリングしていると、銀河のどの辺が活発なのかなっていうのが見えるっていうわけで、その目で見える銀河じゃなくて電波で見える銀河っていうのが見えるということで、これで観測遊びしている方たちが結構いらっしゃいます。で次はですね、私がやってるやつですね、あの謎無線通信の解析っていうやつですね。あの世の中いろんな無線デバイスが売っていて、まあ線がつながってないんだから、なんか無線で何かやってんだろうっていうのは分かるんですけれども、でまあ実際に何やってるのか分かんない。でじゃあそれをですね、こう観測して解読できると、まあ、通信デバッグうまくいかないときにデバッグしたり、あとは同一機能のですね、あの専用のハードウェア買ってこないと受信してしない、動かないとかじゃなくて、自分のデバイスのソフト実装の方で受信しちゃって動く、なんかそれに応じて何かやるみたいなことができるようになります。でなんでこの辺、そもそもこの辺私手出したかっていうと、もともとですね、有線だとね、まあ見える気がするわけですよね。あの、まあロジアナで線つないで見ることができますし、あとはまあ線つながなくたって OS にキャプチャーしてくれるパケットキャプチャーデータをですね、プロトコラーナで Wireshark とかにロードすれば、まあ簡単にまあこんな感じのデータ流れてるんだなって見えるわけじゃないですか。まあ見えたからといって読み解けるとは必ずしも限らないんですけれども、まあ少なくとも身近な存在なわけです。ところが無線とですね、こうですよね。無線だと、あ、なんか飛んでる、なんか飛んでる。なんか魔法だけどなんか飛んでるで終わっちゃって、まあ、平たく言うとこうですね、魔法の中身はなんか信号出てるんですけれども、これを見たところでもし捉えることができたところでやっぱり何が何だかわからないというわけで、そこら辺を何とかしたいなと思って、分かりたいということで、そのあのこういうふうに電波を受信して、そもそも電波を受信する、で受信した後復調して、こうやって信号に落とす、で信号に落とした後結局どういうプロトコルがどんなふうなデータを飛ばしてるのかって分かるようになりたいというわけで、まあ、こういったあたりに手を出すようになりました。はい。でまあ今日紹介するものですね、あの3つあります。まずは GNU ラディオというフレームワーク。で次はポソスウェアというフレームワーク。で3つ目がユニバーサルレディオハッカーというアプリケーションになります。これらは3つともですね、いずれも Python と深い関わりがあるので、まあ、選んだ。それなりにちゃんとあのかなり有力なフレームワークだったり、アプリケーションだったりしますし、Python とも関連が深いので、まあ、今日この場で発表する、まあ、させていただくことになりました。じゃあまずですね、Python でどう活用されているか。まあですね、まず GNU ラディオですね。あと GNU ラディオの有力アプリケーションである GNU ラディオコンパニオンですね。これはですね、C++ と Python で主力言語で書かれています。で、これ何をやるものかというと、信号処理フレームワークといって、その DSP の制御ブロックですね。いろんな DSP 処理があって、信号処理のブロックがあって、これがライブラリと入ってるわけですね。で、そのライブラリを接続して、最終的に信号処理アプリケーションを作ると。で、このプロセスを Python でやることができます。あの、C++ でやることもできるんですけれども、Python でやる方が圧倒的に GNU 言語としては使いやすいので、まあ、Python を使うというわけで、まあ、これ Python がかなり大活躍する領域になっています。でもう一つが Postsフローという、やはり同様のフレームワークがあって、これは実はまあほぼ GNU ラディオなんで、あんま細かい説明はないんですけれども、あのそもそも GNU ラディオの作者、有力開発者が GNU ラディオの不満で作ったというのがあって、こちらも同様に C++ と Python が主力言語になっています。で、3つ目がユニバーサルラディオハッカーですね。これは実は Python で書かれたですね、解析用の SDR アプリケーションで、あの上2つのフレームワークみたいに汎用的な無線信号の処理フレームワークではないんですけれども、逆にもうちょっとそこから先の実際に受信してデコードしたデータ、ビット列を解読するっていうところではとても強力な機能があるので、今回3つ目の紹介事項として含めています。はい。ではまずはですね、GNU ラディオコンパニオンの紹介からいきます。GNU ラディオコンパニオン、あとは GNU ラディオと GNU ラディオコンパニオンですね。これどういうものかというと、まあ、信号処理フレームワークですね。で信号処理フレームワーク、さっきちょっと言いましたけれども、まあ、いろんな DSP ブロックがライブラリと入っていると。で、ただのライブラリの塊ではないわけなんですよ。DSP ブロックってこうやっていろいろつないでいって、で最終的になんか自分のやる処理を定義したいと。で、定義した上で、そこに対してデータを入れて、最終的な出力を得るっていう、データをこう通して流してやる必要がある。そうなると、それぞれのブロックをどう駆動するかっていうふうなスケジューラーが実行する必要があって、そのスケジューラーまで含んでフレームワークって形になっています。であと GNU レディはですね、この分野では非常に昔から、最初期からあるものですので、それ以降登場したいろんな SDR デバイスに大体対応しています。というわけで、多数のですね、IO ドライバーも揃っているということで、非常に充実した環境になっています。ただし、これですね、当初はですね、非常にこう実際のコードで直接そういった DSP ブロック の, 接続関係を記述して、DSP、信号処理アプリケーションを作れっていう、とてもスパルタンなやつだったので、まあ、私なんかは全く手は出ないわけですね。これが変わったのが2009年で、GNU ラディオコンパニオンというですね、ビジュアル開発プラットフォームが登場しました。でこれどういうものかというと、まあ、ビジュアルベーシックみたいなものですね。ビジュアルベーシックだと GUI コンポーネントペタペタ貼っていくと、まあ、GUI アプリケーションのなんか枠組みにできるじゃないですか。で、GNU ラディオコンパニオンは同じような感じで、信号処理ブロックをペタペタ貼っていって、接続関係を作ってやると、さあ信号処理アプリケーションの枠組みができるわけです。で、こういうふうにフローグラフを書いて、機能ブロックを連結して実行するっていう、すごいいい、敷居の低い開発環境が登場しました。
で、これはですね、ビジュアル開発環境というだけじゃなくて、ビジュアル Python 開発環境なんですね。というのも、フローグラフをビジュアルに書いた後、それは実は Python コードがそこから生成されて、それが実行されることで信号処理が行われるっていう構造になっているからです。はい。じゃあ、どんな画面かっていうと、まあ、こちらの見ての通りですね、右側の方のですね、いろんなメニューから信号処理ブロックであるとか、IO のブロックが大量にありまして、これをペタペタ貼っていって、で、まあ、単純なものから高水準なものがいろいろ揃っていて、まあ、それをどう組み合わせて、必要な信号処理や無線通信実現するかっていうのは、それはあなたの腕前にかかってますよっていう環境ですね。ただ、まあ、これね、ハードウェアの無線考えてください。そうするとですね、こんなソフトじゃないから、もう下手すると基板持ってきて、自分でカットアントライやりながら作るみたいな世界になって、まあ、とてもじゃないと、私みたいな手が出る世界ではないと。で、こうやってソフトウェアになってくれたおかげで、こうペタペタ貼っていって、じゃあ、ここ構成変えたらどんな信号出るのかな、この変調どうなってるのかなっていうのは、いろいろ実験できるようになったことで、非常に敷居が低くなりました。本当にもう、グヌーレディオコンパニオン様々っていう感じですね。で、こいつが生成するコード、どんなものかっていうと、まあ、こうです。これ細かくはとても説明しないんですけれども、まあ、実はですね、平たく言うと PyQt のアプリケーションが生成されるんですね。まあ、正確に言うと PyQt のアプリケーション、GUI 要素が入ってるんだったらそっちが生成される。で、GUI 抜きの、例えば CLI 実行したいとか、ライブラリ的に使いたいっていうだけだったら GUI 抜きのコードを生成することができます。で、中身はというと、結局ずっと同じですよね。ブロックをいろいろ取り込んでいって、で、生成して、ブロック間の欠線をゴーって接続していって、で、最後は全部つながったら、はい、実行でデータを入れてやると、データがいろいろ処理されて、まあ、出力が出たり、するっていう、そういうふうな形の実行モデルになっています。はい。というわけで、まあ、ちょっと簡単なものをやってみようということでやってみると。で、一番簡単な、例えば組み込みだったらエルチカだし、プログラミングだったらハローワールドやりますよね。で、信号処理のここでやったらこれだと思います。1kHz の信号を生成して、で、一番端の、右側のところですね、QTGUI タイムシンクっていう、これは入ってきた信号を単にプロットしてくれるっていうものです。真ん中のスロットルっていうのは、まあ、バッドノウハウみたいなもんで、直結するとですね、CPU を大量消費するので、真ん中のスロットルブロックがあると、CPU をあんまり使わない、優しいプログラフになるっていうものになります。はい、で実行するとこうですね。まあ、今言った通りの信号がそのまま可視化されて、これが実は QT アプリケーションっていう仕組みになっています。まあ、PyQT アプリケーションですね。はい、でこれ、まあ、PyQT アプリケーションが生成されているっていうのは、まあ、実際に確認できて、実際にですね、フローグラフと同じ、フローグラフのファイルと同じところにトップブロック点 py っていうファイルが生成されます。まあ、ファイル名は実はですね、アプリケーション名つけるとまた別のものになるんですけども、いずれにしてもこのファイルがあれば、あとはこれを実行すると、このアプリケーションだけ実行できる。つまり、先ほどのですね、GRC のビジュアル開発環境はなくても、このファイルと、あと当然 GNU Radio のライブラリ自体が必要なんですけども、それが揃っていれば、まあ、アプリケーションとしてもう実行できる状態になっています。とはいっても、もう本当に最小限の PyQt アプリケーションなんで、メニューつけたり、他のボタン要素とか、なんかそういったつけたければ、それはもう自分で、あとはやってくださいっていう話になります。はい。じゃあちょっとですね、さらにもう一段進めてみましょう。今度 FM ラジオです。簡単な操作付きです。これは左端の方の中段のプルート STR ソースっていうのは、これは実際のデバイスですね。実際に無線、ラジオの無線にチューニングしてあるので、それを受信して、で外界の実際の電波を受信した後、データを流してきて、で、サンプリングレート変えながら、真ん中、ど真ん中のですね、ワイドバンド FM レシーブっていうブロック、まあ、こういうハイレベルなブロックがあるから、私はとっても楽ちんなんですけれども、これを通すと、実際の音声信号が出て、その後、ボリューム調整のブロックを通して、最後にオーディオシンクで再生する。で、QTGUI シンクっていう上の方にちょっとあるのは、これは入ってきた信号と出ていく信号ってどんな感じになってるのかなっていうのを確認するための GUI ブロックって形になります。あと、画面からちょっと外れて、右の上側の方ですね、QTGUI レンジとかその辺ですね、これはボリューム調整とか GUI でやりたいので、ボリューム調整用の GUI ウィジェットであるとか、周波数設定ですね、80とか 81.3 とか設定したいので、そういったものも実行中変えられるように GUI ウィジェットっていうのを配置して作ったフローグラフって形になります。で、実行するとこうですね。それぞれ画面GUI のウィジェットが配置されていて、上はスライダーでボリュームであるとか周波数設定ができると。真ん中はこれ最終段ですから、まあ、音声の信号の周波数ベースで見てるやつですね。で、一番下の方が、これ入ってきた電波ですね、どんな状況かっていうのを見せてくれます。STR はだから、特定のラジオの信号しか見ないとかそういう話じゃなくて、入ってきたSTR の対応している周波数範囲では、その信号が全部見えるというものなので、今回ですと80メガ切るぐらいから83ぐらいまで、83メガヘルツぐらいの見ているので、で、私、東京にいるので、東京ですと 80.0、81.3、82.5、東京 FM、JWAVE と NHK だったかな、まあ、この3つの FA 局がこう見えてるってわけです。で、今は 81.3 に合わせてデコードしているっていう状態になっているわけです。あれ、画面変わんない。ちょっと失礼。はい。で、これ、ソフト、STR のいいところはですね、
改変が簡単ということです。例えばですね、あなたが店でハードウェアのラジオを買って、81.3 受信しています。82.5 も同時に聞きたいんですとかって言われたって、お客さんそれ困りますよって話になりますよね。そんな機能はないですし、増設ってどうするんだって話になると。で、STR の場合だと、こうやってコピペやってブロックですね、周波数と特定のところにチューニングして、そこを復調するっていうようなブロックをポンポンとコピペで増やしてやると、これで終わりなわけです。だからよくですね、1階建てを後から2階建てにしてくれみたいな話があると困るってあるんですけれども、まあ、それが実は実現できてしまうというわけで、まあ、素晴らしいって、まさに素晴らしい STR 様々ですっていう、STR の強さをまあ表す感じの例になっているかと思います。だから2階建てに限る必要はないんですね。6階建ても行きますよと。大サービスで6局同時受信っていうのも実現できます。ただまあ当然ですね、スピーカーは1個しかないので、最終段の出力のところでセレクターが入っちゃうので、聞けるのは同時1個です。とは言っても、録音だったら、ウェブファイルをダンプするっていうブロックがありますので、それ全部くっつけてやったら、6曲同時受信するカスタムラジオっていうのが自分で実現できる。そういうお話になります。はい、とは言ってもですね、そうは問屋が下ろさないっていう事情はちょっとあります。それをちょっと説明しますと、やっぱりですね、そのハードの限界をソフトが超えるってのはできないわけなんですね。でこの場合ハードの限界何かっていうと一番左端 の機材のサンプリングレート 3.2 メガサンプリングパーセットですね。でそうなると 3.2 メガヘルツの範囲の周波数差しか見えないので、じゃあ東京にその範囲内に FM 局何局ありますかっていう、まあ3局しかないので、まあ、もしかしたらもっとあるかもしれないけど、私が知ってるのは3曲なんで、基本的にはまあですね、機材の限界として6曲って、フローグラフは定義できますけれども、実際にそれが受信して復調できるかっていうのは、やっぱりハードウェア的な制限っていうのはやっぱり存在します。で、じゃあ、もっと広いのが見えたらいいわけですよね。3メガなんて言わずに、10メガ、20メガ、30メガ、60メガ、100メガって見えると、もう素晴らしいわけです。で実際問題、それだけ見えるとですね、単に FM 局たくさん受信できるよってお話だけじゃなくて、実際に実利上かなり強いところがあります。例えば我々使っている無線なんですね。これは20メガヘルツの信号帯域があるんですよ。ということはですね、3メガヘルツとか4メガヘルツの今使っているようなやつだと、そのうちの一部しか見えないので、信号が来てるっていうのは分かります。なんか信号が強いのが入った。でも復調はできないです。なぜなら復調するためには信号帯域全部取れないといけないので、その弱い SDR だとそれが見えないわけです。で、Wi-Fi ですと20じゃなくて40とかっていうモードもありますから、そうなると40メガ全部取れなきゃいけないというわけで、こうやってだんだん皆さんが沼にはまっていくっていう仕組みになっています。ところがですね、こうやってじゃあ SDR 高い機材買ったでこれで完璧だっていうと、そういうお話にはならなくて、信号帯域40になって、それぞれ16ビットで、さらにチャンネルが2つ分あって、でそれが全部ドドってデータ流れてくるわけです。USB 2.0 は当然さちっちゃいます。3.0 だって結構厳しい。で、3.0 で受信したところで、今度は受け取った PC の方は、ホスト PC の方の CPU が処理しなきゃいけないというわけで、結局のところ全部アップグレードしなきゃいけないとか、あとそうやって、しかも、プラスさっきの6局、まあ、もっと広い範囲見えてるんだったら、もしかしたら20局ぐらい同時受信できるかもしれないんですけども、そういうことをやりながら、あなた PC 操作できるんですかみたいな話になってくるので、だんだんこう、ちょっといろいろなところが厳しい世界になってきます。単に SDR 機材を良いものを用意したらそれでおしまいというわけじゃなくて、結局トータルでよくしなきゃいけないという話ですね。はい。じゃあ、ここでちょっとまたフローグラフのお話に戻ってきます。先ほどの FM ラジオをですね、ちょっと気づくことがあったと思うんですけども、青いブロックがポンと出てるのと、オレンジのブロックがポンと出てるって2つあるじゃないですか。この違いは何だろうっていうのをちょっと話させてください。これ実はですね、単に中に流れているデータ型ですね、NumPy の NP フロップとか、NumPy のコンプレックスデータとかのデータ型があるんですけれども、青の方がコンプレックス型、つまり複素数ですね。で、オレンジの方はフロート、まあ普通の実際の浮動小数点データっていう形になっています。これなんでこういうふうに分かれるのかっていうと、フローグラフでですね、STR デバイスと IO とかですね、信号処理部分っていうのは複素数が利用されることが多いです。これ理由はちょっと後で説明するんですけれども、だから中の方では、この青い世界が待っていると。ところがですね、スピーカーにこの複素数の信号で再生してくれって言ったって、それは通るわけないので、そこで最終的に何らか その 実世界の実信号に変換してやる必要があるっていうわけで、この色の違いでどこでどんな処理やってそうかなっていうふうなブロック分けのところで、まあ、色を見ながらやったりします。あと当然色が違っているブロックは接続することはできないです。色が同じじゃないと、まあ、型が一致しないわけですから、まあ、それはエラーが出ます。でじゃあちょっとさっきのですね、その複素数がなんで登場するのかっていうところですね。で、まずはですね、複素数が登場しない AM/FM の話をさせてください。で皆さん、まあ、ラジオでおなじみの通り、AM は振幅が変わるって、その振幅に対して情報が乗ってくる。音声信号だったり、情報だったりする。FM は周波数が変わることに対して、いろんな情報が乗ってくる。例えば、この損になっているところ、隙間が多いところは0。スピンが3つになっているところは1っていうマッピングして、それでデータ送受信すると、デジタルデータの伝送になるわけです。でここでですね、じゃあ、振幅や周波数以外の情報に、なんか情報を割り付けられないだろうか、他の軸はないんだろうかっていうふうに考えてみてください。で、答えはあるんですね。
で、このプロセスを実信号から解析信号への分解っていうんですけれども、これ2つの成分に分解してやると、でそれぞれあのグラフでいうと縦軸と横軸マッピングしてやると、2次元の IQ 平面、I 信号と Q 信号っていうんですけれども、この平面で信号を考えることができるようになるわけです。でこれ単に二次群分かれたから、あの2つの値があるから二次群したっていうだけの話じゃなくて、実際に数式で考えると複素数が本当に出てくるんですけれども、その辺の説明はやろうとして私が挫折して、あの末尾の補記の方にくっつけて後であの掲載するっていう形にしたので、まあ、そちらの方については後で補記の方をご覧ください。で、まあ、ここではですね、単純にまあ複信号複二成分分解して二次群にマップして分析すると結構幸せになれるっていう、そういうふうな感じの理解で言っていただければと思います。で具体的にどんな感じで嬉しいのかというと、こうやって 2つの成分に分けるとですね、位相変化っていうのがです、ね、簡単に検出できるんですね。位相や位相の変化が検出できる。つまり先ほど振幅や周波数に対して情報をマッピングするっていう話をしたんですけれども、今度は新しく位相、もしくは位相が変化する、ここからここに変化したっていうことに対して情報を載せられるようになるわけです。で位相が変化っていうのはですね、例えばあの1つ前の位相状態角度から次の位相に移動したってことは、それだけ角度が変わったっていうことです。これすなわち周波数に対応するので、だから周波数も速さに出せる。こういった背景からですね、IQ データでは、あの信号は IQ データで扱われることが多い形になります。はい。で、まあ、あのデータ型についてはこれで終わったところで話を戻します。じゃあ今度はですね、そういった信号データ入ってくるブロック、これって自分で作れるの？ Python で作れるの？もちろん作れます。で、グヌレイドコンパニオンはですね、実は初めからですね、右端のメニューのところに、エンベデッドパイソンブロックっていうのが存在しています。だからこれをドラッグアンドロップはできないんですけれども、あのシートに貼り込んでやって、で、それをですね、あのクリックしてやると、で、そこからですね、サンプルの、あのスケルトンコードが入っている状態でエディターを開くことができます。で、あとはそれをですね、編集することで、自分のカスタムのですね、信号処理であったり、なんか制御をさせることができるようになります。ここでじゃあそのブロック書く上でですね、ちょっと必要な基礎知識ちょっと触れておきます。あのまあ当然信号のデータが入って出るっていうのはこれはもう皆さんすでに分かっていることだと思います。でその他にですね、メッセージイン、メッセージアウトっていう機能があります。これは制御用の信号ですね。基本的にはまあメッセージを受けたらなんかデータ出すとかそういうのでもありなんですけれども、基本的にデータストリームが流れるデータフローとメッセージを流す、まあコントロールフローみたいなものがあります。でさらにもう一つ、あのデータはですね、あのタグを打つことができます。つまりいろんなサンプルのデータがわーって入ってくるんですけれども、特定の位置のサンプルにタグを打って、特定のタグと値を割り付けることができます。これ何に使うかというと、あとはですね、デジタル変調やパケット通信のところで使います。というのも、アナログだったら連続信号がわーって来ているので、どこが終わるとかどこが始まるとか別にないわけです。でもパケットだったら、パケットのスタートが分かんなきゃいけないし、パケットの解析していくとヘッダーのパーサーが終わったら、ペイロードの解析やんなきゃいけない。じゃあペイロードどこでスタートするんだっていうわけで、そこでタグを打っていくわけです。あのヘッダーはここでスタートしてます。ペイロードはここでスタートしてます。で、前段のブロックがそれを打ってやって、後段のブロックがそれを見ながら、あ、ペイロード来た。じゃあそこから私はファイルダンプしようみたいに連携して動くっていうわけで、データを単に流すだけじゃなくて、タグを打ちながら流すっていうのがパケット処理のところでは重要な考え方になります。はい、でブロックの例ですね。これもまあ細かいコードの説明自体は今日はないんですけれども、実はまあそこまで難しい話ではないです。まあ、いろんな決まり事はあります。特定のクラスですね。データの入力で、入出力データの比によってあの継承するクラス変えなきゃいけないであるとか、あとはですね、ブロックのパラメータ、ちょっと前のスライド戻しますね。これですと、このブロックは、あのマイマルチムライっていうブロックは、ファクターっていうあのパラメータを持ってます。これ、グヌレードコンパニオンの編集画面で設定できるんですけれども、じゃあ、そういうふうにできるためにどうしたらいいかっていうと、イニシャライザーにですね、デフォルト引数付きのパラメータを定義してやると、これがそのままこのブロックのパラメータだなって認識されて、グヌレードコンパニオンが拾ってくれると。で、あとはその入出力ポートですね、データのポート何個あるのって、これ真ん中辺のインシグ、アウトシグですけれども、この場合ですと、あのフロートのデータポートが1個ずつなんで、それぞれあの1個だけ定義されていると。で、一番下の方で、このブロックはメッセージポートを持っているので、まあ、メッセージのインとアウトのポートを定義した上で、インに入ってきたら特定のハンドラ実行してねっていうふうに登録しているという、まあ、そんな感じのブロックになっています。で、まあ、ブロックの信号処理は非常に簡単ですね。実際問題はここはあまり複雑に書いてもですね、あの逆に遅くなっちゃうだけなので、まあ、サンプルということもあってめちゃくちゃ簡単です。入ってきたデータにあのパラメータのファクターの値を書いてやって出力してやる。まあ、唯一注意することっていうと、出力仕様バッファーっていうのはあらかじめもう領域が用意されている状態でやってくるので、その内容を書き換えるって形になります。まあ、そこだけ注意すれば、そのまま後ろ の出力に出ていって、後ろの後段のブロックにデータが流れていくと。でメッセージハンドラーの方は下の方のサンプルですね。これメッセージが来たときは、まあ、ファクターの値変えることで、あのデータの方 の, あの掛け算するファクターの値っていうのを変わるような感じの作りにしているわけです。まあ、こういうふうにして制御を行うと。で、3つ目、タグですね。
タグもですね、結構、だからどこでタグを打つ、どこで、ブロックとしては2つあるわけです。前段のブロックから送られてきたタグを見て、それを拾って自分が何かやる。もしくは後段のブロックに対して、ヒントとしてタグを打って後段に流してやる。で、この赤いブロックで囲まれているとか、そういったサンプルになっていて、例えば自分がタグを打つ場合は、下の方ですね、アドアイテムタグで、特定のサンプルにタグを打ち込んで打ってやると。一方で自分が特定のタグを見て処理したいんだったらば、上の方の Get Tag in Window という API があるので、それを使って特定のタグはありませんかって探してあるんだったらば、そのタグに対応するサンプルから何かをやるっていうような処理になります。はい。で、ここまででだいたい既存の、理論的なところは完全にすっ飛ばしてるんですけれども、だいたいフローグラフを読む概略知識っていうのは揃ったかと思います。で、そこでですね、今度はタグを意識してですね、じゃあデジタルデータどういうふうにパケットになるのっていうところをちょっと追っかけてみようかと思います。細かいことはですね、補記の方にまたあるので、まあ後日補記の方を読んでいただければと思います。まずは全体像はこんな感じになります。まあいきなりこうさっきの FM ラジオとはなんか全然違う感じですよね。なんかブロック非常に多いし、何やってんだこれ。で、こういうのはですね、ブロック分けて読んでいくわけです。まずはこうですね。パケットデータの生成。これ、一番右、左下の方のベクターソースっていうところで、まあ、サンプルのデータ作って、で、それを真ん中辺のところで、タグを一回打ってやって、16バイトのパケットだよっていうふうにタグを打ってやると。で、その16バイトのタグだ、16バイトのペイロードだけなんで、ヘッダーも作んなきゃいけない。というわけで、ストリームを2つに分けて、パケット帳16バイトだよっていうヘッダーを生成するブロックにヘッダーを生成されると。で、そちらの方もタグを打っておくと。で、それを合成するブロックのところでは、そのタグを両方見ながら、じゃあまずはヘッダーを出した後、ペイロード出そうかというふうに合成して、最終的にパケットデータが生成されるという流れになります。で、次はですね、パケットデータができたら、今度は変調して送信して受信して復調という流れになります。で、これはですね、まあ、GNU レディオがあるからここまでシンプルなんですけれども、まあ、まさにそのためのモジュールがあるので、GFSK モードですね。GFSK というのは、Bluetooth とかその辺で採用されているような、結構メジャーな変調方式です。でこれでまあ変調して送信で。この場合送信っていうのは STR のデバイス繋いだら本当に電波に乗ってドーンって出るんですけれども、この場合はフローグラフの中で後段のブロックに送るっていう、ただそれだけにしているので非常にシンプルになっています。で、受信したところで復調して、でそこでまあ信号になったので、ベースバンドの信号になったので、今度は後段の方の処理に移っていきます。で後段の処理って何をやるかっていうと、まずは受信して信号が来た。でも信号が来たのはそれはまあビットとかバイトになってないわけですね。ですので、その信号の認識して、そのシンボルっていうのをピックアップして、ビットのデータにしてなきゃいけない。で、ビットのデータになっとって、今度はパケットの境界を識別しなきゃいけない。特定の、ヘッダーはどこから始まってますよ。で、ヘッダーが始まってるんだったら、その後のペイロードどこから始まってますよっていうのを検出していって、最終的にデータの処理ができるようになるわけです。で、全部まとめると、細かいことは補記の方に全部入ってるんですけれども、いろいろなブロックを経て、送出したバイトレスと同じものがドーンと受信できました。受信完了万歳っていうのがパケットの送信の流れになります。はい、でここまでで、まあ、GNU レディオの概略の説明は終わりました。でここからですね、じゃあ、ポソスウェアとかそういった他のフレームワークの話をちょっと比較しながら駆け足で紹介していきます。はい、まずポソスですね、これはですね、GNU レディオの有力な開発者がですね、そもそもなんか GR の機能に不満があって、じゃあ俺が別のやつ作ってやるということで開発されたフレームワークになります。ですので、機能的にはほとんどトーカーです。フローグラフ書いて、それ機能ブロックを連結してやって実行して信号処理完成。そういう流れですね。で、API も C++ と Python があって、まあ、アプリや拡張が開発可能になっています。で、特徴的な違いとしては、こちらの方はですね、Python のコードジェネレーターはついていません。まだ実装してない、実装したいらしいんですけれども、で、まあありません。で一方ですね、画面操作性はかなり GRC よりこなれています。例えば変更したらライブでですね、流れてる信号に反映するであるとか、あと実行結果ですね、こんな信号が流れてましたよ、信号が流れてましたとか、ビジュアルの出力ですね、こういったものを実行が止まってもちゃんと残ってくれるとかですね、そういったことがこなれています。あともう一つ大きいのが、SOAPSTR っていうですね、STR 機器との IO ドライバーがですね、統一 API が存在します。ですので、これは SOAPSTR に対して自分がアプリを作っておけば、今後新しい STR 機器が出ても、ちゃんと自動で対応が進んでいってくれるという、そういったことで、ちょっといろいろ嬉しいフレームワークではあります。はい、まあ、画面はまあ基本的にはほとんど一緒ですね。もうデザインが違うぐらいで、機能は一緒だと思って、ほとんど間違いありません。ただ、画面の構成自由度とかがかなり高い感じになっていて、まあ、そういった意味では使いやすいフレームワークです。で、ポソスの拡張も同様に Python で書くことにできます。こちらの方は私、サンプルのですね、ちょっとやって、デプロイしたぐらいしかやってないんですけれども、まあ、しかるべきパスにですね、Python のブロックを置いておけば、あと設定ファイルをちょっと置いておくと、まあ、自動でですね、ポソスの、ポソスフローの、アプリケーションがそれを検出して、自分でこのフローグラフのところに投入できるようになります。
で、アプリの方もですね、同様ですね、自動生成してくれないだけで、自分で書けばちゃんと書けます。で、コードの流れ自体はですね、GNU レディオと全く一緒です。ブロックを設定して、ブロックを接続して、それで実行開始。もう、ここはもうフレームワークのコードとして一緒なんで、もう完全に同一です。ただ違うのは、その API 自体がかなりクリーンで読みやすいです。こっちだったらスクラッチから書いても確かにいいかもしれないっていうふうに思っちゃうぐらいには綺麗に書けています。はい。で、あとは先ほど紹介した SOAPSTR の存在ですね。単にですね、先ほどの、使い勝手ってこと、使い勝手っていうところだと、まあ、GNU レディオの方が作例も多いですし、昔からあるので、情報が大量にあるので、そっちの方でいいかっていう気にもなるんですけれども、これから自分がアプリケーションを書くときに、SOAPSTR に対応するような形で、IO をやるようにしておけば、今後ですね、新しいデバイス登場しても自動で追随してくれるっていうのがあって、まあ、これはこれでかなり強い機器になるなっていうところです。皆さんもまあ書く場合は、これまず使ってみるといいんじゃないかなと思います。で、次は最後、ユニバーサルレディオハッカーですね。これ、フレームワークとはちょっと違うものです。ですね、これまで紹介したフレームワークっていうのは、無線信号をどういうふうにして信号処理していくかっていうフレームワークです。こちらはですね、それが終わった後です。というのもですね、無線通信のデコードっていうのは、先までやってた部分っていうのは前段なんですね。で、本番っていうのはこの後の話なんですよ。ここでビット列が確定して、その後初めて実際の仕事が始まる。具体的にはこうですよね。ビット列確定しました。まあ、確定したっていうか、とりあえず出てきました。そうすると、いろんな資料、データシートとか、いろんな資料を照合しながら、01011010っていうのは、これ本当についつま合ってるのか、データシートの定義と合ってるのかとか、通信の内容とでついつまが合ってるのかで照合しながら、全くついつま合わなかったら、じゃあ、デコード、復調とか失敗してるのかもしれないということで、差し戻して、もう一回別のビット列取ってくる。これをずっと繰り返すわけです。で、繰り返していって、最終的に、と知ってしまった。で、これをプロセスやりたいんですけれども、ビット列を採取するところで、あんなでかいプログラフを書いたり、頑張って時間かかってると結構大変すぎるんですよね。で、そこで登場したのがユニバーサルレディオハッカーになります。こちらですとフログラフをそもそも書くことがありません。書かないでも半自動でですね、キャプチャした信号からノイズを除去して復調して、まあ、これは推定して復調していくんですけれども、シンボル同期とかも自動で推定してやってくれます。で、推定なんで外れることもあるんですけれども、そのパラメータって左側に出てるので、そのパラメータちょこっといじると新しいビットが割って出てくれるので、それを元にもう一回自分で読み解いていくっていうわけで、非常にこうサイクルがすごい早くできるわけで、おすすめのアプリケーションになっています。リバースエンジニアリングする場合は、これアプリケーションはぜひともインストールすべきだと思います。で、まあ、こんな感じでデコードするわけですね。ビット列つきました。じゃあ、資料を読みながらプリアンブルは合ってるのかなとか、その後、その Mac アドレスに相当するような値が来るんだけれども、それって合ってるのかな、ビット反転したら合ってるんじゃないかとか、そんな風に解読していくわけなんですけれども、URH 使うと、このサイクルの、まあ、体感ですけれども、100倍速ぐらいになります。で、このアプリケーションというのは、もちろん Python で書かれております。皆さんも PIP インストール URH ってやると、このアプリケーションを使って、いろんな無線のあれやこれやっていうのをこう遊んで、まあ、いじって遊ぶことができるということになります。で、まあ、これもですね、プラグイン拡張可能で、まあ、当然 Python でできるんですね。ただ、そこについてはちょっと今回力が及ばなかったので、割愛させていただきます。はい、最後にまとめに入ります。で、まずはですね、その従来の無線機器、無線用途っていうのは、まあ、用途別の機器っていうのがあって、それを通して我々は機能だけ使う、無線の部分は全く意識できないよっていうような感じでした。でも SDR が登場すると、無線っていうのは一気にですね、質的に違うアクセスができるようになったわけですね。振幅とか位相といったですね、そういったレベルで認識できるようになったので、計測ができるようになります。任意の計測ができます。銀河系の計測とかそういった話とかもありますし、レーダーとか作ってる人もいます。で、さらにですね、商用機材、そういった何々用の機材っていうのを買わなくても、この SDR があれば、自分で受信した後はソフト的に頑張れば何かできたりするので、まあ、アクセス性が非常に良くなったと。ここが大きな違いです。で、それを支えるフレームワークとして GNU Radio っていうのはまず真っ先に上がります。これはですね、そのビジュアルにフログラフ、信号処理の枠組みをかけるってだけじゃなくて、ビジュアルな Python アプリケーションの開発環境になっています。フログラフを書くっていうのは、すなわち Python アプリケーション。PyQt のアプリケーションだったり、普通の Python アプリケーション、これを生成するということですので、まあ、GNU Radio のフログラフ開発っていうのは、Python アプリケーション開発に大体等しい。で、それに対抗するような形で PostSquare っていうのも出てきていて、これはこれでまた別の強力なフレームワークになっていますし、有力な SOAPSTR みたいなと、IO をするための便利なライブラリとかもありますので、まあ、こちらの方もやはり目配りしながら開発していくと、まあ、いいかなというところです。で、最後、ユニバーサルレディオハッカーですね。上のフレームワークは、たくさんすごい低レベルなところから信号処理やりますので、逆に言うとかなり手間がかかります。でも、自分が見たいのはもうちょっと上のレイヤー、あんまり上のレイヤーじゃないんだけど、一番下まで行くのはちょっと辛いっていう時には、こういった書かれたアプリケーション、Python で書かれているユニバーサルレディオハッカーとかを使うと、まあ、リバースエンジニアリングとかとてもはかどるので、まあ、幸せな生活が待っております。というわけで、まあ、いろんなところにですね、こういったところで Python が使われていて、このソフトウェア無線という世界はですね、かなり面白い世界になっています。
で、まあ、私としてはですね、皆さんもですね、この際ですね、まあ、Python を使ってソフトウェア無線を始めてですね、同じような感じでこんなことできましたよって発表して、今度は私が楽しむっていう感じになれればいいかなと思っております。はい、すいません、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、これで発表を終わります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。山田さんの素晴らしい発表、拍手をお願いします。パチ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 。申し訳ないですが時間オーバーしてしまったね。質疑応答に関しては割愛させていただきます。山田さんありがとうございました。ありがとうございました。この発表については以上で終了になります。はい、事務局から、ちょっとごめんなさいね、連絡事項があります。質問ある方いらっしゃいましたらスラックフェローというところありまして、そちらの方で、質問など投げていただければもしかしたら回答していただくかもしれないですので、そちらの方よろしくお願いします。はい、またこの後40分程度休憩があるかと思うのですけれども、その際はスペシャルブースなどオンラインスタンプラリーなどの企画がありますので、スポンサーブースなどに足踏み入れてはいかがでしょうかというところで、こちらの方行っていただくとよろしいかと思います。はい、今回の発表については以上となります。山田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。